どうも、Kage-Lowです。いつも動画をご覧になっていただき、ありがとうございます。はい、ということで、いよいよ、今週土曜日、11月2日、BUCK-TICKニューシングル、雷神風神レゾナンス、絶対に、聞かないということでですね、お送りしたいと思います。はい。絶対に聞かないってなんでだっていう感じなんですけども、私はですね、ちゃんと CD で、まず最初の第一印象はですね、CD でいい音で聞きたいなと。今はまあラジオもいい音ですけれどもね、ちゃんと発売日に CD から開封をしてですね、開封の儀をまずして、で、ジャケットをまあ眺めてですね、ここで一つまた物語があるわけですよね。ジャケットも一つのこう作品でございますから、ジャケットをね、綺麗にこう開封してジャケットを見て中のアートワークを見てですね、つって盤面をこんな見てですね、でこんな歌詞カードを、ね、こんな見て、なるほど、まだここで、歌詞はじっくり見ないんです、なるほどってパラパラ見てですね、でこう CD をこうセットして、ね、ヘッドホンだったり、スピーカーだったりどっちでもいいんですけど、再生をしてこう回転してこう始まるまでの間にですね、こう、曲の、歌詞のところを開いて、で、曲が始まっておおっていうね、その迫力とともにこの、歌とね歌詞をこう一緒にこう追いかけるようにこう目で追ってですね、じっくりと聴きたい、そんな派でございまして本当はこう今週土曜日聞きたいです。もうめちゃくちゃ聞きたいですよ。聞きたくないわけがないんです。聞きたいんですけども、ここはぐっと我慢して、11月20日に聞こうかなと思っております。で、前回、BUCK-TICKのイゾラが発売された時も、やったんですけども、その時は私、ライブ配信アプリで、ライブ配信をね、生配信やってたんですけども、そこで来てくれた方と、イゾラを開封してね、開封の儀から、であだこうだ喋りながらですね、で聞きながらですね、配信はね音流せたんで、聞きながら、皆さんとこうあだこうだ喋りながらですね、ウォーかなんか言ってですね、発撃を皆さんも聞かないで我慢してくださってた方が集まって、で一緒に聞いたんですよ。で、初聞きの感想をですね、分かち合うというですね、そんなことをしてたんですけども、今回も、やりたいかなと思います。YouTube で。なので、時間帯が合えば、生配信にしようかなと思うんですけども、そうじゃなかったらまたこういう収録画でね、録画で、撮ったやつをあげようかなと思ってるんですけども、11月、前の日に配達されるんですかね、あれ。今回は私はビクターのオンラインストアで、予約したんですけれども、当日に来るのかな。当日だったら11月20日にやりますし、前日だったら11月19日に、やります。初撃大会みたいなやつをね。なので、もしそんな、聞き方にご興味のある方は、ご参加くださいませ。はい、なので、複雑な思いもあろうかと思います。今回はね、やっぱり、4人になって、ね、5人ですっていう、それはそうですよ、5人ですっていうのも、それはもちろんなんですけどね、実質、その作業されたのは4人ですから、4人で、リリースされる、初の音源ということもあるしね、複雑な思いはあろうかと思いますけれども、これはやっぱりね、でも、いろいろあろうかと思いますが、そういうんじゃなく、これはね、このBUCK-TICKという、ね、歴史あるバンドの中の非常に重要な歴史の1ページ、そこにリアルタイムで、参加できる、リアルタイムで、味わえる、そんなですね、同じ時代を生きていてよかったなと、本当よかったなと思える、そういった瞬間ですので、ここはやっぱりこうね、体感したい、じっくり体感していきたいということで、いろんな思いはあろうかと思いますが、BUCK-TICKというバンドをこれからも末永く応援していくためにですね、やっぱりそういったところも受け入れて、また大事なね、大事な時期ですから、ここはやっぱりね、聞きたいですよね。聞きたい。なので心して聞きたいと思いますんで、同志の方ぜひお越しくださいませ。Kage-Lowチャンネル、今はね、BUCK-TICK大好きですってこう結構皆さんこう普通に言えてるというかね、発信者が増えて、でBUCK-TICKを語る方も大変増えていて、今私がこのKage-Lowチャンネル始めた時はいなかったんですよ。誰もいなかったんですよ。YouTube でやってる人は本当誰もいなかったんですよ。なのでプロフィールに元祖って書かせてもらってるんですけどね、一応ね、そこはね、本当誰もいなかったんですけども、今やっぱりいろんな視点からね、いろんなことを切り口で、語っていらっしゃる方たくさんいらっしゃいますので、まあこの人がいいなとか、この人の話がいいと、この人の話なら信用できるなとか、いろいろあるかと思うんで、それは見られる方が選択してもらえれば、ね、いいのかなと思います。なのでKage-Lowチャンネルが良いと思ってくださる非常に嬉しいあなたありがとうございます。ありがとうございます。そういう方はぜひ、ご参加いただけると嬉しいです。結構ね、いい時間でしたら生配信でやりますんでね、我慢できなかったら収録にしちゃいます。はい、ということで、開封の儀から始まり、さっきも言ったようにね、こうジャケットを見て、で CD セットして聴いて。音は流せないですよ。YouTube なんで音は流せないんで、ただこうヘッドホンで聴いているおっさんが映ってるだけっていうことになりますけれども、まあ、そこはね、一緒に同じタイミングで、見てる方も聴いていただいてですね、あ、同じとこ聴いてんなみたいな、同じリアクションだみたいな、なんかそういう楽しみ方もあるのかなと思ったりもしますけども、いかがでしょうか。はい、ということで、今週土曜日11月2日BUCK-TICKのニューシングル「雷神風神レゾナンス」初オンエアということで、それをね、まず最初に聞きたいという方は、それはもう全然聞いた方がいいと思います。全然聞いた方がいいと思いますんで、それは聞いてください。でそこから今週土曜から発売日までの11月20日までは、私は SNS を極力見ないという、そういったね感じになりますんで。なんかね、やっぱそこでまたいろんな感想とかね出てきて目に入っちゃうと、こうまた違うんでね、こうフレッシュな脳で聞くのとちょっと違うので、その人様の感想もちょっとこう極力入ってこないような状態に自分でして、11月20日初聞き動画、初聞き生配信、ちょっとどっちかわからないですけども、やってみたいと思います。ということで。興味のある方は来てください。楽しみですね。じゃあ、毎日階段を上るときに神経質になってませんでしょうか。はい、ということでまた動画でお会いしましょう。Kage-Lowでした。バイバイ。